皆さんこんばんは、ナビ意識チャンネルのアンナです。今日はすごくセクシーな下着を買ってみました。今回ご紹介するのはこちらの下着なんですけど、結構スケスケでやばそうな感じがしますね。着替えてみたらどんな感じになるのか、早速着替えてご紹介したいと思います。着替えてきます。はい、着替えてみたんですけど、最初にお見せした通り結構スケスケすぎたので、ちょっと隠しながらのご紹介になります。こんな感じになりました。わかりますかね、この紐がすごく可愛いです。で、その下は結構スケスケです。白なので余計見えちゃうなって感じです。でも履き心地は苦しくない感じの素材なので、すごい気持ちいいですね。こっちはこんな感じです。この紐がセクシーさ増して結構可愛いです。で、後ろなんですけど、危ない見えるとこだった。こんな感じです。前とは違ってこんな感じでひらひらになってます。すごいスケスケすぎて、しかもなんかレースがめちゃめちゃ薄くてピタッて恥ずかしいですね。形がすごい分かる気がします。でもなんか締め付けが苦しくないので、履いてて本当気持ちいいですね。似合ってますかね。また可愛い下着があったらご紹介したいと思います。終わりです。